レブレやけど寒い寒いな。今日は電車調校で、はい、わかさぎ、はい、初よな、2人きりやったら初やんな、かもしれへん。イエーイ、わかさぎ、あ、わかさぎじゃない、かわはぎやめっちゃブレブレやけど、かわはぎ釣ってきます。どれどれ、山手丸さん、これかな。おはようございます。お名前をね、書いておきますか。はい、ごすごすいません、すいません、サオとエサ、サオとエサ、はい、カワハギですか。はい、前の、はい、前川の真ん中です。前川の真ん中、はい。こっちが無料でついとって、うん、こっちが有料の500円、うん、今のジグは自分で用意したジグ、だいたい30本ぐらいかな。どうぞ。すごいね、でかいの。やったー。
かな、カワハギかな。あ、でもなんかおらん気がする。え、おらん、おらん、巻いとる最中コンコンだな。あっ、あっ、さっきのハゼ、ハゼ。でもちょっといいサイズやな。嘘、イエーイ。来た来た、やばいやばいやばい、カワハギか。え、絶対カワハギな気がする。え、多分でも結構しなっとるな、いい感じ。やってきた。さあ何でしょうか。え、絶対なんかもう最初のあ、やった、あ、いいサイズ、でかいでかい、でかいね、いいサイズ、あ、めっちゃ出てる。え、すごい、ちょっとこうやって持ってみて、あの、お腹も出る、うん、なんかめっちゃ出てんねんけど、なんか多分腸、腸っていうかお腹かな。この辺こう掴む感じで持てる。あ、めっちゃいい感じ、でかっ、イエーイ、イエーイ。来た、カワハギ？え、いるの？と思う？おれへん？あ、でもなんか全然聞きはし、あ、おらへん、あ、おる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 けど、たたきまでした。あー、ダメ、ちっちゃいかもしれない。でさ、え、カワハギやったらいいけど、なんでしょう。なんだ、ベラやろ。カワハギ？引いてる？だったらやむ。結構引いてる？今ちょっとマシになった気が。なんでしょう。白い。おお、お、ほんまや。あれ？あれ？あれ？なんだこれ。全然違う。形だけカワハギっぽい。